市村まさきです。ビートルズのヘルプの途中のあのワンチュープリーズプリーズっていうブレイクになるギターのジョージ・ハリスンだけがアルペジオを弾くっていう場所にトライしてみてください。まあまあこのヘルプってアルバムはですね、アルバムじゃねえや曲か、まあアルバムは前にアンケートを取った時にね、僕は一番好きなアルバムっていう風に言ったんですけど、ベスト5に入るわけでもなくっていう、でこの間やったアンケートのビートルズで一番好きな曲1曲言ってくださいって言った時も、決して挙げられることはなかった。まあ僕自身もね、僕もそのあのヘルプは一番好きな曲か、かなり好きな曲だけど、なんだろう、3位ぐらい、自分の中で3位ぐらいで、1位にはならない曲だけどこの曲は好きみたいな、そういう曲ではございますという、これの、あの今やったやつでこう、サビのところっていうか、の E になって次に A になるよねの一歩手前でピックアップを、まあこっち2つかこいつにしてたピックアップをリアに、まあジョージの場合はグレッチだから、ここでプチってスイッチを入れてからこれになります。はい、もちろんでございます。もちろんこの動画を撮るためにこの帽子を購入しました。はい、探しました、購入しました。この帽子がやっと手に入ったので撮影しております。これですよ、これこの帽子ね、この帽子、まあジョージではないんだけどね、左手はめちゃめちゃ簡単っていうか、5弦から75で64 53 42で左にずらしていくだけなんですよ。これで3弦と2弦の開放弦も弾いていくので、75006400530043004200です。で、まあ最後 A の開放弦、5弦開放弦でジョーン。こっちは気分なんだけど、もうちょっとだけテンポアップしてやると、っていうことになるんですが、意外とこれが難しい、かなり難しい。これがあの、まず人差し指が3弦に触ってると、こういう風になっちゃうじゃないですか。だから人差し指を結構こう立ててないといけないっていう。でこの7500の真ん中の5と0は同じ音なんですよ、ね、ってことは次の6400のここは本当は不協和音で、その次の音も決して美しいわけでもない音、微妙な音で、ここはまあまあまあ、ここは、言ってみれば C シャープ分の A みたいな音になるけど、まあその後こういう音が入ってると。でこれは B マイナーからG に行って、本当は E メジャー
ャーコードなわけ、ここで。ここはね。で、Won't you please は A7 なんですよ。A7 だから、ここに薬指を置いたまんま、人差し指を4弦の5フレットにする。これは A7 として正しい音なんですよ。で、3弦の解放も、セブンスの音だから、正しい音。で、この音は、9度の音。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9度の音。だから A7 ナインスとしては、ここは、間違ってる音ではないんですね。テンションの音が入ってる音。でもこの音は、本当は不協和音だけど、アルペジオで弾く分にはギリギリ気持ち悪くならない不思議な感じの音。こういうのって、ね、コード弾きで弾いちゃうと気持ち悪いけど、アルペジオで弾く分にはギリギリこういうフレーズだよねになっていくっていうことです。で、左手はこんだけなんですが、実は超難しいのは右手なんですよ。で、右手でね、あの海外の人がこの曲のカバーしているのを見ると、割とダウン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 で弾いてる人が多いの。なんかいけないわけじゃないんですけど、なんて言ったらいいかな、こう、ものすごくリズム感のあってダウン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 で弾いてもリズムがキープできる人はいいんだけど、この曲初めてやる人、もしくはある種の初心者ぐらい、中級者の入り口ぐらいの人たちにとっては、これは本当はリズムキープは逆に難しくなるんですよ。ちゃんとオルタネートでダウンアップにした方がリズムキープ、テンポキープにはダウンアップで弾いた方がいいんですよ。で、もしくは海外の人でも時々ダウンダウンダウンアップって弾く人もいます。まあ、それも同じかな。1個目と2個目がダウンダウンで続いて、またダウンで行った瞬間、3つダウンが行く時のリズム感っていうのがちょっと走ったりもたったりしちゃいがちな行為になるから、だからこうなんか スイープのゆっくり版みたいな。一応8分音符、あの譜面で書くときは8分音符で書く場合が多いと思うけど、感触的には16分音符の高つく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 の感覚のスピードだから、これは、まあ、ジョージ・ハリスンのライブ映像を見るとダウンアップダウンアップで弾いてるんですよ。で、そのライブバージョンっていうことでいくと、実はさっき僕がここが若干不協和音ですって言ったのと、さらにちょっと弾きにくい、これ、ね、ちょっと今失敗したね。ね、完璧にやるのって意外と成功率が低かったりする。これが。で、なんでちょっとこれが成功率下がるかっていうと、まあ、ライブステージってこう乗ってるじゃないですか。ピッキング強くやると、実はこの3弦弾いた3弦の開放弦の音が揺れてるでしょ。弾いてる時は人差し指は3弦には触れてないのに、3弦開放が上下に揺れた時に人差し指にこう触っちゃうわけ、こうやって。だから成功率が下がるんですよ。それでよく見るとジョージ・ハリスンはライブバージョンではこうやって弾いています。もうちょっとあのザックバランというか、ダウンアップダウンアップをキープしといて、コードがこうやって合ってればいいよねって、人差し指はサボってるわけじゃなくって、押さえててこうやってずらしていくんだけども、右手で安全パイな弾き方っていうのがあって、それはまあ、ストロークとアルペジオの中間の弾き方っていうか、まあ、失敗はしない弾き方っ
っていうのがダウンアップで4回弾いていくうちの2つ目の音に別にとらわれない。よく聞いてるとライブバージョンの音はこうやってっていう音が聞こえます。ってことは4弦をちょっと諦めてる。ということなんですが、一応練習ですから、こういうプレーは、あ、俺は苦手だって言って諦めるんじゃなくて、苦手なプレーでも毎日というか、まあしょっちゅう何度も何日もかけてやってると、実は何の上達につながるかっていうと、自分が思っている弦を的確に弾いていくっていう、自分は4弦を弾くつもりなのに3弦を弾いてしまったとかさ、自分は2弦弾いてるつもりなのに1弦弾いちゃうとか、その辺がまだ安定してない人ってのはまあ結構いて、それの練習法は練習法でこういろいろ、こういう練習方法はいろいろあるんだけれども、それの一部として的確に今弾きたいと思ってる弦 5,3,2,1 って順番に弦弾いていくだけじゃないですか。ゆっくり弾けば弾けること、ね、ゆっくり弾けば弾けることを早く弾けるかどうかの、あの早弾きほどのそういうね、こういう早弾きではないので、これを弾くにはゆっくりで弾けないとダメなんですよ。早く弾く練習じゃなくて、ゆっくりスタートで、ダウンアップダウンアップドン。をちょっとずつ、っていう風に確実にそのプレーを習得していくっていう。で、別にあのビートルズのこの曲を一曲まるまる弾けなくても、ここだけをちょっとやってみると、右手が自分が思ってる弦、目つぶってたとして、目つぶってて3弦弾こう、今4弦弾いたよね、間違ってるよねをなくす。3弦弾こう、これ、まあ、2,3 本になっちゃってるけど、今僕は3弦を弾いています、5弦を弾いています、1弦を弾いています、6弦を弾いています。6弦と1弦は簡単か、4弦です、3弦です、2弦5弦の5432、5432、5432。これ、そんな、本当は難しくない方なんですよ。飛び飛びの弦を弾いていくよりも、並んでる弦を弾いていく方が。でも、ダウンアップで弾いていくから、順番としての飛び越え具合っていうのがちょっと難しいはず。だからこそ、このプレイを、これ、立って弾いていた方がね、こう、ギターがこう地面に垂直な方が弾きやすくなったりするんですよね、これって。で、特に2弦を最後の高つく高つくの2弦を弾き損じるパターンが多いから、こっちはいいとしても、これが、ね、この音が鳴ってないでしょ今。ちょっとある種教えてる側の僕でも、ね、10回のうち3回ぐらいはちょっと失敗しがちな、思想になっちゃうフレーズなんですよ。だからこそゆっくり、これはね、ま、逆に言えば早くやればごまかしが効いちゃうわけ、これね。だからこそ丁寧に、かなり人差し指が3弦に触れやすいからね、のジョージ・ハリスンのライブバージョン見てると、いとも簡単に弾いています。ダウンアップダウンアップでこうやって、
高つく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 って弾いてますけど、まあまあライブはこっちをこいつプラスアルペジオっていう感覚はい、ということで、夏にカツラをつけるのは暑い、誰か助けてっていうヘルプのブリッジのジョージ・ハリスさんのアルペジオでした。じゃあね。